港に突如到来した南蛮船。降り立つは異国の少女。その正体は時計塔の魔術師、名をドロテア・コイエットと言った。横須賀の町はたちまちのうちに金城鉄壁の魔術工房と化す。横須賀での工房構築はほぼ完了したわ。故に私たちは周囲の霊地を支配下に置く。まずはここ神奈川港からよ。ドロテア、声が大きい。音声遮断の結界は万全なはずだけれど。まあいいわ。私はコイエット家の次期当主としてこの儀に勝利しなければならないの。お父様にお願いして無理に出島から江戸へとつなぎを取ってもらったんだもの。港を抑え敵を排除しながら東海道を登る。いざとなれば艦砲射撃の用意もある。ドロテア・コイエットに敗北の二文字は似合わないわ。そうか。さて準備はいいかしら。神奈川は抑えに行くわよ。我が力の一端お前に見せてやる。そういえば部下から報告があったわ。各地に低級の魔獣や亡霊、こちら風に言えば怪異が湧き始めている。これも義の影響でしょう。おそらく霊地に群がってくるはず。獣が餌を求むるは当然であろう。ま、あなたが遅れを取るとは欠片も思っていないけれど、油断せず進むわよ。霊地、神奈川港へ。シガにもかからぬ相手は。ケイト、シガ、さあ、フッ、口を吸え。いいね。うつせみ。いや、邪魔よ。ケイト、アトビラディドブルドフォルシュタッフィン。なるほど、これが異国の術か。ええ、それもほんの初歩の。コイエット家の神髄はこんなものではないわ。口寄せ、いいね。
撃ち抜くのは目立ちすぎるかしら。他の道を探しましょう。なれば崖を登るか。私に任せよ。手を貸してやろう。頼んだわ。やるわね。レディーの扱いを心得ているのね。こう見えて妻もいた。複数。この魔力、まさかサーヴァント。私が行こう、アルジオ。英霊を相手に生身のお前を晒すわけにはいかん。どこへ行くつもり？私の指示に従ってほしいのだけど。やはり。だが弓か。この地の静寂を乱す者、何の用向きかは知りませんが、降りかかる火の粉は払わせてもらいましょう。
切り直す。滅びよ。受けて見せてやる。そこだ。叩きます。届かない。せろ。受けるがいい。食らうがいい。いいね。受けるがいい。滅び。恐れるがよい。口寄せ。受けてみよ。受けるがいい。かくそこだ。このままでは拉致が開きませんね。ならば、あの矢、神をも殺すか。ありえぬことではないが、万が一もある。今は引こう。引いたか。もうここへは来ないでほしいものだが。どういうこと？こんな場所に英霊がいるなんて聞いてないわよ。神速の弓矢を振るいし戦士、アーチャーで間違いなかろう。アーチャー？刀人が連れていたのとは別の英霊よね。さよう。いずれかがアーチャーではない。あるいはアーチャーが2機存在している。そんな。いえ、そもそもこの儀は不完全。由来すらわからない歪な召喚式を用いている。何が起ころうとも不思議ではないわ。参ったわね。いきなり出鼻をくじかれるなんて。アーチャーの周囲に工房らしきものはあった？マスターから指示を受けた形跡は？いいな。もし隠れておるならば見事な怨霊よ。仮に双方がアーチャーだとするならば、七鬼とは別に呼ばれてきたということよね。けれどこの儀の参加者は限られている。七つのクラスの英霊と七人のマスター。つまりそのサーバントは主を持たないはぐれとでも言うべき存在。ふん。下手に霊地をつついて次々と似たような英霊と衝突しても仕方がない。これまで以上に慎重に事を進める必要がありそうね。